第14回石野陽三の監視講座。まあちょっとこの前の復習のようであるが、これ空院五道の雨、星は流れ、月まさに窓かなり。これで言うと、一句目の上の二文字、封印というのは、まあ、白黒グループと黒黒グループは、上から二段目と四段目にあるんで、その中から選んだ、来たらよい。五道の雨は、白白黒、この三文字は白白黒、または黒白黒で、下の段に、一番下の段にあるから、そこから選んでくればよい。あとは表足が合えばよい。白黒いいね。その次白白黒いいね。表足は合う。次は空院五道の雨、口どけのない、まあ、家屋敷で五道、霧の雨が、霧がの葉が雨のように散って落ちてくる。意味も通じるな。これはこれでよい。ところで第二句に移る。雲は流れ、月まさに窓かなり。これ白白いいね。上から一段目の白白と黒白のグルーヴが並んでいるが、その中から何か拾ってくればよい。で、月まさに窓かなり、これ黒黒白である。ここで何かの陰から、陰のある、すなわち、表側の陰のあるところから選んでくる。月三光、この三文字は、黒黒白の場合もあるし、白黒白の場合もある。とにかく、表裏的に、正しいものを持ってきて、おればよい。ふと、ここは、黒黒白になるか、白黒白になる。まあ、こういうふうにして作ればよい。ところで、まあ、こんなことも知っておこうね。これでね、例えばこれで、第一目で見てください。この、これ。これは、第一句目の最後の二文字が黒白白だから、この黒白白なち夜ちんちんの最後のちんで何人の歌であるかがわかる。まあこれでこのちんについて、沈むについてわからん、何いいんやろうという調べ方に二つある。漢字の沈から沈む、まあ沈あ、調べる。漢字の沈から調べたら、これは真因であると樹木の中に書いている。
だからわかる。けど漢字がない場合、ちょっと安直に調べる方法がないかなという時は、この間も言うたか、この誰にでもできる漢字の作り方で、終わりの方のページに、何ページかというと141ページから、141ページ開いたら、東院は何、東の東院は何、冬の東院は何、後院は何、死因は何とか、いろいろこうやって書いてる。だけど考えてみたら、この中から沈むという字を探すのはこんだけあるかな。まともにこんだけ、あ、これわかりますかな、皆さんね、こんだけある。次のページもある、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 次のページはちょっとある。この中からこのチンを探そうとすると大変だよ。頭痛い。こんだけのページ開いて、運よく1ページ目でチンが出てきてくれたら簡単やけれども、最後のページでチンが出てきたら、これは大変だな。大変だと思う。そうなったら皆さん、もう教えてあるね。このチンという字は音読みで沈だけど、訓読みでは沈むである。どっちでもいい。音訓天卓に移る。それと音訓天卓で沈むで引いたら、音訓天卓で沈むという字がまず出てくるから、あ、沈むの沈が出てくるから、沈むの沈はどこにあるかなというのをまず自力で探す。これ音訓天卓だから、音で調べても訓で調べてもよい。今私は音で調べるような話をしていた。けど音で調べる、訓で調べるような話をしていた。しかし訓で調べると音で調べたらどうかな。この場合、まあ音楽の音ぐらい思いついたらいい。音楽の、音楽の、ごめんごめん、沈むだから、今沈むの話をしとんやな。沈むという訓読みから調べてもよいし、沈という音から調べてもよい。まあ音訓天卓というのは、もうちょっと詳しく言うと、あなたは音で調べますか、訓で調べますかということである。すると音でもいい、訓でもいいから、この沈むいうか沈という字のあるところを探す。すると第何ページということが出てくるから、そこにあるこの沈むいうか沈という字のとこへ行く。それを開いたら、表示の、なんちゅう、表示かな。
表現可能ということが書いてある。一回皆さん、この沈むいうか、沈を使って、沈むから引いてもよいし、なき、今夜ね、沈、音から探してもいいから、音訓表で何ページにあるか見て、そのページを開いて、その字を見て、あ、白丸で何やなと、なき、真やな、ということを確認してください。これによって、ああ、わかった。わかった。この夜ちんちんも、ちんは、死因であるということがわかる。先生が最初言うた音訓表からも調べられるが、ああ手間がかかりすぎるなということがわかる。ああこの場合はね、これ見たらわかるように印字表と書いてある。この印字表からは手間がかかるなということがわかる。あとこういう時はやっぱり字引きから引いた方が早いんじゃないかなということがわかる。ふと早速皆さん字引きでパパッと音で沈から行くか、空んで沈むから行くか、どちらでもいいと思うけれども、この沈いうか、沈むいう字のあるページを開いて、それを、内容を読んでください。この内容をどう読むかについては、以前に説明したことがあるんで、今回は省略します。